佐藤ひろ子のこの街行ってランキング。こんにちは、佐藤ひろ子です。私は今おもちゃの街駅前に来ております。ここは栃木県は壬生町というところの変わった駅名なんかでね有名なんですよ。今日はこのおもちゃの街駅特集。今回は栃木県壬生町にあるおもちゃの街駅っていう駅を散策していくんだけど、本当にランキングできる？医療に感謝、医療に感謝、めっちゃ感謝。壬生町には独協医科大学病院って大きい病院があるんで、それ行きだけのバスが走ってるんですよ。で、時刻見てください。意外に走ってんなっていうね、これがやっぱ楽しみポイントです。いや、壬生の人はだってバス走ってないんだからバス乗れないんだもん。あのバスがアトラクションみたいになってるってことですね。当たり前です。バスに乗れると、バスに乗りたい、乗りたい。で、ここ最近夕顔バスっていうのが走り出して、ようやくそれで隣の町や市に行けるようになったんですよ。それまでは本当にバスなんてこれか修学旅行とか遠足のバスしか見たことないから、宇都宮に行った時はたまげました。宇都宮市こんなバスでけえ車いっぱい走ってんなっつって本当にびっくりしました。で、皆さんね、ぜひバス乗ってくださいね。これ単線で栃木市の方から結構短い線なんですけど、でも乗り換えすると東京の方からだと一番安く乗ってこられるかな。これ見てください。これが壬生町の子どもたちが描いたおもちゃの絵とかなんだけど、木梨憲武さんと一緒にコラボした作品で、ゴミ処理とかをするゴミの車に絵イラストが描かれていて、こう電車の中に夢があるみたいな。ここ上上がってきますと、もうすぐホームになっているんですが、そこはですね、バンダイミュージアムだったエポック社とか のキャラクターたちが、おもちゃとかのキャラクターたちが結構いたりとかして、もうあとこの響くのもお楽しみなんですけどね。すごいびっくりした顔してるでしょ。信じらない。壬生町で地下があるのはここと独協医科大学病院だけだから。どやか。汽車。今駅の東口に来たんですが、さらに東あたりの住宅街がおもちゃ団地って言われてるところで、国谷駅と安塚駅の間が15分ぐらいあったんです。その間にもう昔からありますね。私小学生ぐらいとかあるから、まあ5年ぐらいはあるかな。こんにちは。じゃあ、ね、すごい自転車、顔が映らないように、もちろんですけど、あとここ涼しいですね。これは作ったジオラマ。何ですかそれ？ジオラマ。あ、こういう。これはね、私はもっとね、押していいと思うんですよ。おもちゃの街行くからレンタサイクルが出てるから、この自転車借りて1日乗り回して、またここ返してまた電車で帰る。あら、ありがとうございます。ありがとうございます。東部、はい、またちょっと遊びに来ますね。はい、ありがとうございます。すいません、失礼します。はい、東部だって、マンスリー東部、豆腐みたいな。お豆腐屋さん。おもちゃの町駅のお楽しみポイント最後を飾るのは、もうお気づきかと思いますけれども、おもちゃの町駅の管理人の方、駐輪場の管理人の方、本当にいい人で、定時の夜7時ぐらいに帰るんじゃなくて最終電車までいるんですよ。へー。で、最終が到着がだいたい11時半くらい、夜ので、11時半の最終までは必ずいらっしゃるんで、ここであとはもう鍵閉めちゃうんですよ。もうおしまいって言ったら鍵閉めて、次はまた始発まで
いらっしゃらないんで、まあ、すごい安心、うん、で、いいよここ、これ竹自転車だべっつって、だこっちの方に置いといてくれたら俺見とくからっつって、まあ、鍵しとってくれてもいいけど今日帰ってくるのってみんな言ってくるんですよ。さあといったところでエンディングですね。なんと大変です、ランキングつけなんです。出た。じゃあ今回は消費カロリー順にしましょう。堂々、まあ、3位になります。独協医科大学病院行きのバス停の説明を厚くしていた時。そして第2位の発表です。ダラララバン、板橋さんとの会話。ね、やっぱ人と会話をするっていうのは非常にカロリーを使いますから、もうだいぶ私痩せちゃったんじゃないかなと思います。そして皆さんお気づきの第1位の発表です。ダラララララバン、この地下入り口、ぜひともおもちゃの街駅利用してください。といったところで今回はこの辺でお別れ。エンディングは佐藤ひろこの完璧の歌を聴いてちょうだいね。また次の動画でお会いしましょう。お相手は佐藤ひろこでした。あ、チャンネル登録よろしく。